タカヘは、ツルメクイナカに分類される鳥類の一種。かつては、ノトルニスとも呼ばれた。ニュージーランド羽毛全長50から63センチメートル、鶏くらいの大きさ。体重2から3キログラム。同じく、クイナカに属する成形に近縁だが、より骨太でがっしりしており、上下に厚いくちばしと、地上生活に適した太い足を持つ。翼が耐火していて、飛ぶことができない。 毛は青や緑を呈し、成長でより鮮やかである。高辺の幼い子産地や森林の草地に単独か小さな家族群で住む。餌は草の目や若草の茎、層の実などほとんど植物質だが、無脊椎動物や爬虫類を捕食することもある。片足で器用に草を掴み、くちばしで食べられない箇所を取り除いてから接触する。 繁殖期は主に10から12月で地面にくぼみを作り枯れ草などを敷いて巣を作る。卵数は通常2個で放卵日数は29から31日。ヒナは孵化直後に巣立ち、通常生後2年で生成熟するが、一切の個体は親鳥の子育ての手助けを行う。ニュージーランドに初めて到達した人間は、 マオリの人々であり、それは9世紀頃のことであったとされるが、以来、とりわけ18世紀末にヨーロッパ系白人が到来して、以降は彼らの持ち込んだ動物や白人系移民による牧場開発などに伴う環境破壊の影響で個体数が激減し、その後絶滅したと見られていた。しかし1948年になって、少数が生き残っていることが判明した。 現在は保護区が制定され、飼育下での繁殖の取り組みも行われているが、ニュージーランドに生息する多種の鳥類ともども、絶滅の危険性は未だに払拭されていない。ありがとうございます。